聞いてくれ。お前に会った頃俺は悩んでたんだ。修行を積んでも積んでも響さんに追いつけない。そんな俺にお前は弟子入りさせてくれって言ってきたんだ。俺はしぶしぶお前を弟子にしたんだ。だけどお前の存在が俺を支えてくれた。お前が俺を一人前の鬼にしてくれたんだ。だから絶対にお前を救ってみせる。響のマッチ、これが響さん、俺を響として認めてくれるってことですか。ありがとうございます。響。